うん、内緒。はい。大丈夫。大丈夫そうだね。うん、左の。左広そうですね。多分広い気がする。ね、でゆきなちゃんは、うん、その、まあ、25、6から、うん、でゴルフをまた再開して、うんうん、レッスンプロにはいつなられたんですか？再開してから数年後、お何年かして、うん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 、レッスンプロになりました。へ、うん、なんかそのきっかけ何だったんですか？そのあのきっかけは教える方に回ろうかなみたいな、あのテストプロテストとか受けてて、はいはい、その最中にあのツアープロコーチの方がいて、うんうん、その人がこう自分のレッスンスクールをやるっていうことになって、うんうん、でその立ち上げの時に声をかけていただいて、あ、じゃあそこのスクールの立ち上げに、うん、まあ、タイミングよくみたいな。そうですね。で最初その、うん、まあ、1年間ぐらいはテスト受けながらレッスンもしてて、うんうん、こう併用で、なるほどなるほど、そうそうそうやってたんですけど、今はもうレッスン一本で一本で、うん、もうそのプロテスト受けたりとかは全然やってなく、うん、うんうん、そうですね。なるほど、うん、なんかそのきっかけがあったのかなみたいな思ってたんで、まあ、ちなみに、うん、まあ、レッスン今まで自分でやってたわけじゃないですか、うんうん、レッスンってやっぱ別物ですか？あ、別、全然違う、全然違う。で自分がその小さい頃からやってきた時、はい、っていうのは私ドリルをやったことがなくって、うん、おというのはあのよく何だろう、ハーフスイングとかあるじゃないですか、うんうん、ああいうドリルっていうのをやったことがなかった。一回も？一回も。え、ずっと振ってたんですか？マンブリってこと？マンブリっていうか仲間、そう、フルスイング、フルスイングでスイングを作ってきて、うん、だからこう練習ドリルっていうのがあることはレッスンを始めてから知った。初めて知って、へえ、こういうのがあるんだみたいなあ、こうやって練習をしていくんだみたいな。え、そういうやっぱテストっていうか、レッスンプロになるための資格のテストみたいなのも受けてってことですか？あ、受けました、受けました。なるほどね、うん、ドリルを知らなかった。そうなの、なか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 ですね160ヤード。こういうね、傾斜の時に振りに行っちゃうからあんま振らないでね。あんま振らなかったでしょ、ほら、ナイス。あんま振らなかったでしょ、勉強したの。一番手挙げてあんま振らない勉強、学習してます、残り上り入れて123ヤードなんですけど、今迷ってます。ピッチングでいくか9番でいくか。それは自分の中でどういう感じの、うん、迷いなんですか？125ヤード9番キャリー飛ぶんですけど、うんうん、冬だからやっぱこっちでもいいかなっていう迷い、さっきあったかいからでもピーで良さそうだしなとか、うんうん、あとはピンがあれ奥めなのかなっていう感じ、あ、そこの迷いで。どうなんだろうね、センターっぽくも見えるけど、うん、行ってみたら奥だったって可能性もちょっとそんな雰囲気もありますね、あるもんね。9で行こうかな。いいんじゃないですか。いいかな。なんかその落ちた位置が見えないけど、うんうん、あそこの上に止まってるのは見えます。まあ行ってみましょう。行ってみましょう。で今までもうたくさんの方をレッスンしてきたと思うんですよ。まあ、はいはい、室内レッスンだったり、うんうん、ラウンドレッスンだったり、うんうん、どうですか、自分のゴルフに結構こう変わってきたこととかってあります？あ、自分のゴルフに、うん、人のことを考えて今までスイングをやってなかったわけじゃないですか、はい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 、それをなんか人の悩みを聞いてとかなると、あります、あります、はいはい、技術面っていうよりは、うんうん、どっちかというとメンタルがすごく変わった。どう変わったんですか？やっぱその自分のゴルフやってる時は、うん、自分のことにすごい集中しすぎちゃって、うん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 、いて
てミスを生んでいたんだけども、あのラウンドレッスンとかをやり始めたらやっぱりその生徒さんとかの方にこう意識がいくじゃない。だから自分のなんだろうな集中度合いっていうのが多分程よくなってきて、その結果スコアも良くなった。あ、良くなったんだ、うん、平均スコアがちょっと上がってきた上がってきた。へー、なんかこう追い詰められてた感じが、うん、なんかそうやって周りがよく見えるようになってきたみたいな感じなのかな。それもあるし、うん、なんかちょっとしたミスはなんか気にならなくなってきた。へー、許せるようになったっていうか、あ、まあ、あるあるみたいな、うんうんうん、まあ、そっから先から考えようみたいな、まあ、寄せればいいかなみたいな。へー、メンタルが強くなった、楽になった、楽になった。へー、プレッシャーあったと思ったよ。うわ、すごい傾斜きってる。結構曲がるな。おお、もうちょい転がるように見えたけどね。曲がる前に出たい。曲がる前に、また。安心。曲がる前に入りました。でも試合だと絶対ビビってできない。試合だとタッチ合わせてなんかちょっと嫌な距離だよね。そう、超嫌な距離で。いや、でも本当すごい、うん、そこのメンタルの変化は、うん、結構大きいかな、自分の中で。大きいですよね、うん、はあ、そういう少しずつ、うん、メンタルも強くなりですよ、うん、そういうことで、うんうん、でもゴルフが今一番楽しいっていうのが一番、ね、それも違うよね、いいですね、うん、本当に。出た。今の久々に、出ました。久々に出ました。いやあ、そこ行く？っていうぐらいのど真ん中。濃いな今の。そうそうそう。なんかマジか。の上達の速さといいますか、はいはい、まあ、インドアをこう中心的にやった方がいいのか、あ、ラウンドでこうガンガンや、あの、まあ、うん、ある程度経ったらラウンドでやってた方がいいのか。あ、やっぱり一番いいのは交互ですよね、うんうん、あ、こうどっちかによらずって、うんうん、へー、交互、うん、なるほどね、うん、まあ、まあ、何回かインドアやったらまあラウンド行って、何回かインドアやったらラウンド行ってみたいな、うん、どっちかによらずみたいな。まあその方がゆっきねちゃん的にもすごい教えやすい、教えやすいし、やっぱ練習場だけだとマットからになっちゃうじゃない、うんうん、でもコースって芝からじゃない、うんうん、で景色とかも違うし、だから、練習場だけになっちゃうとこの場の雰囲気になれなくなっちゃうから、うん、ここに来た時にミスが出やすかったりとか、だからもうこの場の雰囲気になれるためにも交互の方がいいかなと思う。なるほどね、すごいなこのすごいね傾斜、なんか傾斜があるとは聞いてたけどね、思ったより、思ったよりあるあるよね、わかんない、200、うん、まだまだだね、200もあるよ、厳しい、 OB で200厳しい。
ゆきえちゃんこれ普通ドローで打っていくんですか？いやでも私も今日ほら引っ掛け出たりとかしてるからやっぱり左が怖くて、うん、で狙いはもうグリーンとサブグリーンの間ぐらい、うん、やっぱしていく。これぐらい見ちゃう、うん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 、幅的にもね、うんうん、中途半端に見ない方がいいですよね、うん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 、サブグリーンになりました。おー完璧間、はい、しかも乗る あれいやー乗った。しかも超近くないですか？やったナイスキックだったね。ナイス、ありがとうございます。初めて出てで生徒さんのなんか悩みで、うんうん、今までやってきて一番多いのって何だったりします？あーでもスライスはやっぱり多いかな。やっぱドライバーのスライスもう全部、アイアンも、アイアンも、うんうんうん、全体的にもスライス、スライスが多いかな、直したいっていう、うん、そんな時、うん、どういうレッスン方法されるんですか？やっぱり軌道を見てみるとだいたいアウトサイドから入ってるから、うんうん、まずそのアドレス見てから軌道を直す、直す、うんうんうん、そっちに集中する。そうだよね、うん、でもコースでさ、うんうん、軌道直すって結構怖くない？だからコースではあんまりやらないかな。もう練習場で一緒に何回もやって、この軌道だったら大丈夫ですよって言って実際に行ってみたいな、うんうんうん、そうで、コースに来た時はやっぱりそういう人って向きがずれちゃうから、なるほどね、向きチェック、そう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 、でいつも通りあのやってる通りやってくださいみたいな、うん、そうだね、向きがそもそもずれちゃうと、うんうんうん、絶対カットにしか入んない向きとかありますもんね、うんうんうん、あるからね、うん、あーなるほどね、つま先上がりは左に飛びやすい。私ウェッジ結構こっち左足前に置きやすいんで引っかかりやすいんで右足寄りにウェッジを置くように変えました。いやー止まってー、止まったー。でも飛んでる方向は良いです。前は左足ちょっと真ん中ぐらいにウェッジも置いてたから、ボールの位置を、それをちょっと森さんとのラウンドレッスンでウェッジの時はもうちょっと右足寄りに置くと引っかかりが軽減できるってことで、そこを最近変えてます。なんか何で全部落としてたの？ちょっと今日奥目だね。なんか落ちたんじゃね、うん、意外に登っている。登りスライス。じゃあ待って、強いよ、はい、あよかったよかった、助けられた。なんかやだ今日パンって打っちゃうよ。マジチャンスだ、はい、頑張って入れたいです。入れたいね。わー来た、うまー、はい、ありがとうございます。ナイスバーディー。ちょっとここのバーディーは嬉しいですね、あ今あれだ、ゴルピアのやつやれば、人のバーディーに自分が最初にカメラに入ってくるっていう、うん、イエーイみたいな。あ、なるほどね。それを昨日見たんですよ。あ、昨日見たんだ。入ったらここ前よ、3連チャーでなかなかですよ ね、プロの試合じゃないと見られないですよ。見えた、来た、あキャプテン、俺なんだな、これ俺なんだな、俺のパターン入ったんだな。さっき6回室で、あそう、私今日ユッキーナちゃんがバーディー入りそうになったらやるからって言ったのに全然忘れてました。普通にナイスバーディー完璧で、なんかすっごいこのタイミングが絶妙で、うんうんうん、なんか見たいな。3連続バーディー目だったんですよ。はい、ありがとうございます。いい感じ。はい、こういう時も目線高くするんですか？
うん、私は高めで行きます。私がいつも見てるのはあの遠くの木のてっぺん、あ、一番奥の木のてっぺんぐらい、うん、にいつもどんなところでも目線はそこでやってます。はい、はい、目線高く しようとしすぎて方向を方向を見るの忘れていた。この悩み解決するの割と得意ですみたいなのあります？アプローチ、おー、アプローチ苦手な人を、うんうん、こう上手にさせるのが得意。得意へー。最初アドレス、アドレス、うんうんうん、結構アドレスからやっぱ違う、あ、違う人が多いかな。うーん、まあ、それがやっぱ影響するんでしょうね。アドレスが軌道に変わるって、ね、さっきも言ってたけど、うん、でも結局一番スコアにもつながってくるし、うん、みんなにとっては、ね、大事ですよね、うん、アマチュアゴルファー結構私もそうでしたけど、うん、アプローチ適当に今までやってて、まあ、補足ってまず何みたいな感覚だったんで、2オンすればもうアプローチどうでもいいやみたいな感じなのが多かったんで、あ、まあ、スコアに一番本当に結びつくなって思います、うんうんうん、やっぱスコア出したいっていうことであれば、まあ、アプローチパターン、うん、大事ですよね、うん、で安定しますよね、曲がってもパー取れたりとか、うんうんうん、そうだね。4番ユーティリティでまた傾斜なんで軽くね、軽く行こう。あー、ちょっと左にどうだろう、行ってみよう。142ヤードを7番で打ちます。あー、突っかかった。打っちゃったのでどうかな。あ、嘘、乗ったかな。乗ってた。アゴはないからね。そのバンカーショットがいいかな。あ、片下めっちゃ硬った。アプローチ教えてもらった。凍ってます。凍ってる。順調にスコア伸ばしてます。順調にしてますね。